影響によって完成直後から破損が始まったと言われています。500年もの間繰り返し繰り返し加湿や修復が行われてきました。1979年に本格的な修復が行われました。加湿された部分を削ぎ落とす、描かれた当時の状態に戻すという作業が20年かけて行われました。そして20年、1999年修復後の最後の晩餐が後ろ、こちらの最後の晩餐です。修復することによっていくつかの発見がありました。キリストの口が少し開いていることが分かりまして、言葉を発したその瞬間が描かれていることが分かりました。またキリストの右こめかみに消失点を特定する釘を打った穴が見つかりました。こちらは遠近法の消失点でキリストに受けられる